表の市立船橋高校が1点をリードして、これから後半の40分が始まります。両チームともメンバー交代はありません。これから後半の40分が始まりました。田翔さん、今度は左にエンドを取った青いユニフォームの市立船橋高校です。はい、どうぞ。東光学園サイドですが、まず佐久間監督、はい、前半中盤を作れていない、はい、ドリブルが多く個人の持つ時間が長い、悪いリズムになっている。持つ時間が長すぎる、はいはい、ディフェンスラインも下がりすぎているので、コンパクトにしてセカンドボールを拾っていくこと、それとサイドボールをね、はいはい、サイドチェンジを多くしないと相手のディフェンスラインがずれてこないと、こういうことを挙げていました。なるほどね。それからでは市立船橋の守りを評価しているわけですね。はい、10番の北島が走っていきます。北島が向こう側左サイドに流れています。そしてゴール前にはマダラメがいます。細かくつないでいきます。山根が外で叩きますが、このボールをクリアです。それからですね、はい、まずミーティングルームに入って最初に指示を出したのは豊田メンタルコーチです。ほう、あと40分もあるじゃないか、何も心配をすることはない、はい、心を無にしてやりなさい、こういう言葉がドアの中から聞こえてきました、はい、東光学園の方は8人の常駐のスタッフに見守られてチームが作られています。今名前が挙がったのはメンタルコーチを務めている滋賀大の豊田教授です。その他フィジカルコーチ、トレーナー、チームドクターを加えて、はい、4-4-2 のシステムをしっかり作って逆サイドを狙おうと言っていました。あ、逆サイドを狙うんですね、はい、取った後のリアクションの意識を早くということですね、はい、それから中村がボールを持っています。そしてスローダウン、はい、ロングシュートを打っていきます。津山ボールキーパーが抑えました。ファンの浦和南区、マダラメがいった、マダラメまだ持っている。さあヒールで流していった山根、山根がいます。山根のシュート、キーパーコースター抑えました。ボールキーパーよく抑えました。細かくつないできた市立船橋、この選手が山根。チャンスですよね、はい、投入してみ、投稿にしますと、ボールサイドには中村俊輔、ゴールは 25m、 もう狙える距離ですね、彼の能力からすれば。壁は6番、お、市立船橋の選手は全員が引いています。全員がペナルティーエリアの中にいます。ちょっとキーパー開けていいかなって気がしますけどね。後半の5分、中村がいった、どうだ、おっとポストを叩きました、わずかに左、素晴らしいフリーキック、しかしゴールを割ることができません。壁の脇からカーブがかかって惜しくも外れていきました。現役の栗原さんに伺います。いかがですかこのフリーキック。もう狙いといい、コースといい、スピードといい、いいシュートだと思いますけどね。素晴らしいシュートを見せました中村俊輔、しかしゴールはなりません。まだ遠くから行きます。6番の高橋です。高橋が抜けた、ゴール前はマダラメただ一人、そして走り込んできた北島のシュート、北島が一歩引いたところから飛び込んできました。これサイドでも良かったかなってちょっと気がしますけど ね、 ね、栗原さん、今のシュートはどういうことなんですか。まあすごい左サイドがすごいいいボール上がってきたんでね、ちょっと力力みすぎですねこれは。少し結果的に右足のアウトサイドのようなところに当たってしまいました。ちょっとボール当たってなかったんで、はい、もっと落ち着いて。さあ後半初めてのコーナーキック、東光学園中村が蹴ります。ファーポストに3番の佐原、5番の金子も上がってきた。さあキーパーが出るぞ、ボールキーパーを抑えた、ボールキーパー勇気を持って飛び出しました遠藤大志。安定してますよねキャッチングが。遠藤は誕生日が今2年生なんですが、3月31日、まだ16歳です。1年間のハンデといいますか体格差があったといいますが、今は182センチです。中村ボールをコントロールしていきます。ゴール前で津山が手を挙げた、左足でまだぴったりと佐藤がついている。中村が抜いたぞ、センターリング奥でいいボールだ、ヘディングシュートはできません。4番の吉川がクリア、まだボールに絡んでいく、倒された、これはホイッスルは、ホイッスルはない、ホイッスルはありません。ペナルティーエリアの中、まだボールを持っている20番の小笹、20番の小笹がいます。パワーポストでずっと9番の安藤がボールを待っています。ここは7得点のうち4点が安藤、1点が津山、残りの2点は相手のオウンゴールなんです。37メートル距離はあります。10番の中村、さあゴールキーパーコースいくぞ、最後はピタッ
と抑えました。嫌なボールなんですけどね、シュートのようにまっすぐゴールに向かってくるところ選手たちは通過しますからね、このコースにですね。あ、コースが見えなくなるんですね。ちょっと触られたりするともうキーパー反応できませんからね、はい、非常に嫌なんです。非常に落ち着いて今いいキャッチングもしましたね。ここでもおっと2人を抜いたぞ。右サイドセンタリングを送る、逆サイドに流れていきます。さあここで胸でワントラップ、シュートに行くか、シュートに行った、おっといないいない誰もいない誰もいない、ディフェンダーがクリアしました。ゴール前をよぎっていきました。ロモキがさあ抜けたぞ、渡辺、渡辺が1対1になっているぞ、シュートを打った、井出口がクリアです。ヒヤッとするパスミス、最後は渡辺のシュートを井出口が止めました。後半の20分です。一船のですね、はい、カウンターがさちょっと多く出始めたんですよね。これ非常に得意としてるんですけども、はい、これも決定的なチャンスですね、はい、完全にディフェンス、センターバックの2人がちょっとルーズになってしまいました。そうですね、1人スーッと15番の山本が上がっていきます。さあ裏を取った、さあいいボールだ、シュート打った、ダイレクト打った、ゴールキーパーが抑えます。ゴールキーパー連動が抑えます。多分、ね、これが4本目のシュート。東京中村イメージにはこう浮かしてですね、逆サイドとかそういうようなのあったと思うんですけどね。栗原さん、はい、後半の残り半分を切って1点リードを許しています。はい、前で待つ選手というのはどういう気持ちなんですか？そうですね、やっぱりボールが来ないとちょっとイライラして下がりたり来てしまって、どんどんラインが下がってしまうんですね。はい、11番の渡辺、渡辺がボールをコントロール。ゴール前は北島ただ一人。さあ後ろから走り込んできてシュートを打った、クロスバーを超えます。15番山根のシュート、ちょっと苦笑いを見せた山根。前に引っ張られると第2列のこの山根がいます。ここもちょっともうちょっと狙ってほしかったなっていう気がしますね。そういう今形としてそうなってますね。ただ点数が入ってませんね。通ればチャンスになります。15番の山本追いついた。15番の山本健二です。ゴール前に揃うのを待ちます。さあ右足のセンターリング1人倒した。そして左足のセンターリング低いボール、いいボールだ。しかしこのボールはディフェンダーが跳ね返します。そしてもう一度ポーンと浮かした中村、走らせるぞ、ヘッドでクリアです。というのが引いてきました。そしてさあどうするか、セカリングを送った、これはいいボールだ、ヘディングでクリア。安藤が飛び込んでいきましたが安藤に合いません。そして6番の森澄、丁寧にもう一度右サイド、中村のセンターリングがあるのか、中村がセンターリングが、これは安藤がヘディングシュート、これはクロスバーを越えていきます。これは一律船橋ボールです。最後はウルノが飛び込んでいきました。ボールを流します。そして2人の選手が走っていると、外を使った11番の渡辺、渡辺がいる。そして北島が入っていく、渡辺のシュートはどうだ、決まった、素晴らしいボールが決まりました。後半の33分、貴重な追加点は11番の渡辺、2トップで1点ずつ、2度目の全国制覇に大きく前進する一列船橋のゴール。後半の33分、渡辺のシュート決まりました、2対0。北島が寄っていきました。しかし渡辺が打っていきました。栗原さん落ち着いていました。そうですね、もうさっきから内村の選手はボール持ったらゴールへゴールへと向かってるんでね、はい、そういう積極性が今結果として現れたと思いますね。ディフェンダーに詰められる前に打っていきました渡辺。渡辺のミドルシュートで追加点、ゴールキーパー村井の手届きませんでした。さあ長いボールを入れます。キーパーパッチング、東京学園18番の津山、こぼれたボールを一律船橋が拾って前線に預けます。右サイドのオープンスペースを使うのは8番の中村です。11番の渡辺、これで鹿児島実業が静岡学園に追いついて延長戦へともつり込めました。田中さん、はい、高校ベンチはガゼン声が出てきました、はい、そしてもっと上げて上げて上げて、この声が高いと聞こえます。これはオフサイドフラッグが上がっています。今38分を経過、残り2分になっています。やはり攻撃の中心は中村です。中村からこの安藤へ、あるいはディフェンダー上がってきました8番の井出口へ、代わって入った13番の黒川へ、というのが一つの大きなポイントになります。点差に追いつくゴールを挙げました。2対1です。2対1、2年ぶり7回目の関東決戦は終盤東高が追い上げて2対1。さあロングボール、キーパーが出ます。さあ今後半の40分を経過しました。試合はロスタイムで入りました。2対1、エース北島が、渡辺が1点ずつを挙げて2点の一律船橋、代わって入った黒川が1点を取って2対1とした東光学園、2対1です。
今ちらっとレフリーが時計を見ています。まだこれは市立船橋のボール、早くボールを奪って前線につなげたい神奈川県の東邦学園。46年ぶり2回目の決勝進出を果たした神奈川県勢です。全国制覇の夢、市立船橋の厚い壁で阻まれています。長いボールを右サイド、13番の黒川が行きます。13番の黒川が行く、ボールをクリアします。市立船橋高校です。この笛は違います、この笛は違います。まだ投稿ボールです。白いユニフォーム、1点を追う投稿学園。中村俊介はまだ中盤のポジションだ。市船はひたすら前線に弾き返します。北島がヘッドで競ります。11番の真田鍋が行く、ヘッドで押し込んでいく。10番の中村に合わせようというボールです。中村が前を見た、そしてポーンと前に預けて、もう一度中村がもらいます。上がってきたのがディフェンダーが上がってきた、そして中に通します。9番の安藤がいます。おっと、このボールを奪った市立船橋、これボールを奪ってドリブルで持っていきます。前を持っていく、前を持っていく、2番の宇佐は、これ倒されます。追いつる、いいディフェンスしましたね。すごい、いい、これは市立船橋ボール上がりでしたね。はい、もうほとんど時間がありません。ロスタイムに入ってまもなく1分半を経過しようというところ。右サイドから時間を使って攻めていきます。2対1、千葉の市立船橋高校が1点をリード。ここで試合終了、千葉県代表船橋市立船橋高校2対1、東邦学園を下して2年ぶり2回目の全国制覇を果たしました。新しい市船の伝統を切り盛り2回目、北島が、マダラメが決めて、そして全国制覇、東邦学園を下して頂点に立ちました。2年ぶり2回目の優勝、千葉県代表船橋市立船橋高校であります。1点を返しました、夢をつなぎました。しかし届きませんでした。東邦学園3回目の出場で全国制覇を狙いました。しかし日本ユース代表の司令塔中村を擁した東邦学園ですが、届きませんでした。2対1。75回全国高校サッカー選手権大会優勝を飾ったのは千葉県代表市立船橋高校でした。栗原さん、はい、1点を返すのがちょっと遅すぎました。そうですね、あの攻撃に時にですね、はい、やっぱペナルティの近くになった時にちょっと変化がないんですね。やっぱ攻めに同じリズムでパスを回してるんで、やっぱ市船のディフェンスに全部引っかかってしまって、もう少しスピードの変化、パスのスピードの変化とか走るスピードの変化とかがあればもっと早く点取れると思うんですけど。そして田島さん、はい、野呂監督がまだ成長してるんですよと言った選手たちが見事全国制覇です。その通りですね。そしてあの野呂監督やはりよく研究してましたね、東邦のことを。それを指示通りに選手たちはちゃんとあのプレーしてたと思いますね。はい、